それなんか最後のこう突っ走って突っ走って汽車がバーって走っていくっていうのをそこで演出できるとすごく綺麗な曲になるなと。今曖昧あの撮ったやつは曖昧だったから、ねうん、あれなんだけど、あれが俺どっちか思い出せないんだよ。ディティールディティールどこやってたっけ。どこだか知らないけど最初に出したこの中途半端がいいな。こっちは少ないでしょ。あそこみたいなもんなんじゃん。エイジが気になるみたいな気持ち悪さが。気持ち悪いとは思ってない。なんか暗いって。さ終わっちゃってんねん、こっちで終わってるね。なんかこのなんかこう流れ星がこうなんか行くイメージ。アンニュイ、アンニュイ、ね、いやこことなんか結びつけたいだけなんだ。これこのこの音の、これでも流れとか別にそんなまあ C メロのなんかちょっと短さっていうか、なんかどっちつかずの感じは、感じは、感じはなんとかした方がいいかもしれない。なんかリズムが大きくなって、あのダーターターなんじゃない？あそこのダーターターのところでまたなんか雰囲気がガラッと変わってる感じがあるから、あれをなんかコード的なやつをこう、いい、なんかその最初の雰囲気感のあるコード進行にしたらいいのかなと思って。短いからじゃない、それってなのかな。 C メロが短いから、その C メロの世界観みたいなのがちゃんと作り上げられる前にデスデスデが来てぶち壊してるの、うん、でそこが長ければそのアクセントで別に構わないと思うけど、うん、でも二回しメロディーが変われば大丈夫なのかな。いや、メロディーもそうだけどリズムもそうだよ、うん、あの実際に聴いてみた時のあのテンポに遅っって思わない。あ、まあね、だからブルースグタンとかジタスグタンっていうリズムってあそこぐらいしか出てこないっけ。うんうん、あのリズムはしない方がいいじゃん。うん、マジベタに分かる。ゴーゴーって言ったけど、またですか。またです。ちゃんと取られてますよ。あれ字幕めっちゃついてるの便利だね。なんか番組見てるみたいな。なんかああいう俺の分かんないじゃん。え途中からさ、もう俺ヘイポーに見えてきちゃう。自分が分かんない。でもいや俺分かんない、マジ言ってんなと思って、俺もうそればっか聞いてて自分のとこもう全然入ってこないし、ふとし信号なんとか言うのかな。でも分かんない。いや俺めちゃ分かんねえじゃんってもっと分かるやん。むしろ自信持てやんって。自分のこれかと思って、俺のダメなとここれだと思って映像見ながら思って。なおさっき映像も、エイジも自分の自分がこういう風に映ってたって反省したんですよ。俺だって今日だって身だしなみから入った。身だしなみもあの髪を切ってきて、あのちゃんとあのそこ、いやもうまず一番最初にこうやってる時のあの入れたちから考えよう。あ、そうか、そうやって見えてるのか。そりゃ伝わんねえな。でもさっきもこうやってやりながら分かんないって言っちゃって、ちっちゃいから分かんない。
ちっちゃい声で言い直しちゃうな、俺言っちゃうわ。マジやばかった。もうあの字幕、うわまた出てきた、うわまた言ってるとか。いやもう平行、もう自分平行っすよ。だからもう俺動画何回も見てるけど、何の話してるのかも入ってこない。分かんないより何かの方が多かったか。何かあのーとか言ってるの、なんか分かんないけど、あのなんかって言う。分からんにもうマジ平行すぎると思って俺。超に言ってる、もう絶対つく俺が発言だ。曲のことで何かになるともう分かんないで頭につか鉄に入る。いや分かんない、でも第2話の小声のね、明太子って言った後に、今俺聞こえなかった、今もなったの、明太子に反応した。明太子で腹鳴るとかやべえ。絶対見てる人さ、そんなことやってっからって普通でねって思うよね。飯食ったりとかって。ご飯はいつ食べたの今日？これから部屋に入ったら飯食うチャンスがなくなって、これなんか多分めちゃ考えてるよって。ちょっと待って、エイジさ、ダイエットしてんの？ダイエットっていうダイエットはそんなしてるの？あんま気にしてないけど、痩せられたらいいなというか、変に食べることはやめよう。というよりも、そう、あの時間をね、調整してるんですよね。あの食事11時に食べたじゃん、うん、で、5時ぐらいに食べちゃうと、またお腹すくのが10時ぐらいか11時ぐらいか、それで食べちゃうとよろしくないじゃん、うん、だから早めに食った方がいいんだろうけど、タイミングを見逃して遅くなっていってて、うん、いやでも物の差で行った方がいいよな、でもなっていう葛藤で悩むっていうことが多い、うん、700円ぐらいちゃうんだよね。そうなんですよ、あれね、なんとかなんないのかね。うまいけど160円は高いんだよな。買いね。マジか、それいいな。食い物の話。